三栄第一号店である、那覇店、株式会社三栄は、沖縄県議の安市に本社を置く、総合小売会社である。沖縄県内にスーパーマーケット及び、ショッピングセンターを展開しているほか、飲食店やホテルなどの運営を行っている。日流グループの加盟企業であり、エディオンや松本清といった本土の小売企業や、ジョイフルなどの飲食企業とフランチャイズ契約を、 結んでいる。創業者の折田喜作が1950年に宮古島で開業した雑貨店、折田商店を前身としている。2017年度での売上高は沖縄県内で第2位、利益額では第1位を誇る。沖縄県の同業で初めてポイントカードを導入した。系列ホテルでの宿泊やエディオン、松本清でもポイントが加算される。 2008年2月から随時各店舗にエリアを導入している。経営理念は全の発想と自主独立であり、この二つは創業初期より降田によって掲げられたものである。前者はデメリットをメリットとして捉えるプラス思考の姿勢を表し、後者は社員一人数とが自主性を持って考え行動する姿勢を表している。ちなみに社名は太陽を表す英語。 3と AS を組み合わせた造語。ブゲンビリアをモチーフにした三輪を公式キャラクターとしている。公式ページより引用。1970年、那覇市朝戸にて設立。1号店となる那覇店は総合医療品店として開店し、当時県内では山形屋などの百貨店でしか実施されていなかった、小札販売とセルフサービス方式を導入した初の、 小売店であった。1977年、沖縄市にファミリータウン小座店の開店を機に、県内各地に次々と出店し、1980年代半ばまでには10店舗を構えるまでになる。また、医療品に次ぐ第2の事業として、食品分野に進出し、食品部を設立するとともに、流通分野にも力を入れ始める。1982年に、 商品の配送を担当する三栄運輸株式会社1984年に流通センターを設立。加えて本社、流通センター各店舗にコンピューターを導入しオンラインでの情報共有を推し進めた。この流通強化戦略により食品部門は三栄の主要部門へと成長した。1985年本社を那覇市から 現在のノアン市に移し、同年浦添市に、郊外型 GMS である街ナトショッピングセンターを開店。ショッピングトレジャーの融合をコンセプトにした店作りを行った。1989年、日流グループに加盟した後、1990年茶団長での GMS、ハンビータウン出店時にポスレジスタ導入や、社員同士での情報共有を目的とした。 社内ランの構築といったコンピューターシステムを活用した経営に踏み出した。1995年には日流グループのプライベートブランド、暮らし、モアの取り扱いを開始し、商品構成の約2割を占めるほどの主力商品となった。同年には電気部が設立され、家電量販大手の第一とフランチャイズ契約を結び、家電製品の販売事業に乗り出した。 この頃、折田はリゾートにまで事業を拡大することを計画し、女村でのリゾート開発を進めていたが、志の川にして折田は救世することになる、去年68歳。1996年には、折田の娘婿であった、折田常治と、創業初期から社員として、折田を支えていた、植地哲製がそれぞれ代表取締役会長と、代表取締役社長に就任。 上地を中心とした新たな管理体制の下、富城区市、串川市、早原町、那覇新都心に大規模な GMS を次々と出展した。また、2002年からは飲食分野でのフランチャイズ事業にも進出。ジョイフルを皮切りに、大阪王将、タリーズコーヒー、ピザハットの沖縄県での店舗展開を行っている。2005年には東京証券取引所市場、 第2部、2006年に第1部に上場。2006年にドラッグ部を設立し、大手ドラッグストアチェーンである、松本清のフランチャイズ展開を開始した。2009年にコンビニエンスストアチェーンのローソンと業務提携を結び、コンビニエンスストア事業に参入。ローソンの100%出資により、株式会社、ローソン沖縄が設立され、 同社の株式の51%を譲り受けし、ローソンと共同で運営にあたる、胸の合弁契約を締結する。2016年には、ファッションビルを運営する、株式会社パルコと共同で株式会社、三栄パルコを設立した。がついているのは、フランチャイズ店。店舗を探すを参照。ABCD 会社概要株式会社三栄。2020年3月23日。 閲覧。株式情報株式会社 3A。2019年3月1日。閲覧。ABCDEF2020 年2月期決算単身株式会社。3A。2020年4月7日閲覧。沖縄電力。周囲帰り先2017年度沖縄県内。売上高ランキング当初調べ。琉球新報。2019年3月1日閲覧。 沖縄の企業利益ランキング1位は4年連続で琉球新報2019年3月2日閲覧 ABCDEFGHIJKLMN 大山内沖縄における小売業の生成発展 3A の事例を中心として経営理念株式会社 3A2019 年3月2日閲覧日本の企業力訪問ブログ 3A 株式会社バイクマホンアジア2019年3月2日閲覧株式会社ローソンと株式会社 3A の沖縄県内での業務提携に関するお知らせ株式会社ローソン2019年3月2日閲覧株式会社ローソンにおける沖縄県でのコンビニエンスストア事業の会社分割及び株式会社ローソンと株式会社 三栄の合弁契約締結のお知らせ。株式会社、ローソン。2019年3月2日閲覧。ローソン、沖縄のコンビニ事業分割。三栄と共同経営に。ダイヤモンドリテールメディアオンライン。2019年3月2日閲覧。パルコ沖縄進出三栄と新会社。19年、開業目標。沖縄タイムズ。2019年3月2日閲覧。 3A、パルコと合弁で、SC 運営、沖縄、浦添市に19年開業。ダイヤモンドリテールメディアオンライン。2019年3月2日閲覧。ABCDEFGHIJKL 遠隔。株式会社 3A。2019年3月2日、閲覧。ABCDEFGHIJKL2019 年2月期。 第2四半期決算説明資料株式会社 3A2019 年3月2日閲覧老いたち株式会社 3A2019 年3月1日 3A 新規上場情報みんなの株式2019年3月2日閲覧夢タウンはまぜんにレストランに店舗を出店沖縄県の 3A7 月メドにオープン予定熊本経済 2019年3月2日閲覧。夢タウンはません。新レストラン外オープンのお知らせ。株式会社泉。2019年3月2日閲覧。東急ハンズ。2012年夏にフランチャイズ店舗を沖縄に出店株式。会社さんとのフランチャイズ契約に関する基本。合意のお知らせ。東急ハンズ。2019年3月2日閲覧。東急ハンズ。 沖縄のスーパーと FC 契約。日本経済新聞。2019年3月2日閲覧。ストアブランド統一のご案内。エディオングループ。2019年3月2日閲覧。閉店のご案内。ホテルさんは。2013年4月28日時点のオリジナルより。アーカイブ。2019年3月2日閲覧。良品計画。 沖縄で 3A とライセンスストア契約。流通ニュース。2019年3月2日閲覧。3A、無印良品 FC 展開へ、良品計画と契約締結。琉球新報。2019年3月2日閲覧。西原の旧役場用地。3A に。沖縄タイムス、2019年3月2日閲覧。3A が、子会社。 3A 浦添西海岸開発を設立。株元無ニュース。2019年3月2日閲覧。3A 沖縄市浦添市の SC 出店で子会社を設立。流通ニュース。2019年3月2日閲覧。沖縄県のスーパーマーケット。3A で新三 A エディカード発行。ペーメントナビ。2019年3月2日閲覧。三 a 沖縄最大級商業施設を2018年秋、開業裏添え志向者と協定。沖縄タイムズ。2019年3月2日閲覧。赤ちゃん本舗を沖縄県に初出展。株式会社三栄とのパッケージライセンス等基本契約締結のお知らせ。株式会社赤ちゃん本舗。2019年3月17日閲覧。3A リトルマーメイドと FC 契約2019年夏に出店。流通ニュース2019年3月17日閲覧ザラや一風堂など沖縄発が80店。三 a 新店舗浦添西海岸パルコシティ沖縄タイムズ2019年3月3日閲覧石川ショッピングタウン店舗名称変更のお知らせ株式会社三 a 2020年8月6日閲覧、三栄石川市でオープンのご案内。株式会社三栄。2020年8月6日閲覧、三栄宮古島シティの着工及び出展計画に関するお知らせ。株式会社三栄。2020年8月6日閲覧、ありがとうございます。